俺家でずっと味で使ってる。企画がわからんすよ。家ここに落とし物がどうすか安全帯。安全帯どうすか。何これ。あーいい感じ。どうする？セッティングするわ。とりあえずこれはセッティングしてもバレんだろう。これはバレん。問題はユニックだよね。今日何やるんすか？今日なんか安全帯の講習、はい、安全帯の点検、はい、を動画に撮るみたいです。手みたいな感じでドッキリかけるってことです。じゃあどうする？そうそうそう、僕らが楽しみにしておいてください。ガッチリいきますから。ケンさんが命ですよ。僕らやったらバチバチにされるもんね。めちゃめちゃもうガッチリやめたーっていうぐらいやってやると。泣いたらどうします？いや泣かんの。最後美味しかったぐらい言うから。最後美味しかった絶対言うから。 YouTube 魂が出るから。ユニックをどうするかじゃないですか。ユニックだから俺らじゃあかけれんくね。ケンさんがやらんと多分難しくね。俺らがいけない背中行ってかけたらおかしいやん。どっちかというとケンさんが誘導しんと多分なんとかうまくフックを取るんだよ。うん、フックを取ってフックを取る。そうそうそう、フックを取ってフックに投げるんだろ。それがケンさんがと社長が喋っとる間に俺らがフックかけるか。俺がその時になんか安全帯こうやってやってやるで。そう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 。とりあえずケンさんが喋っとるじゃないですかそこで。うん、喋ってるすぐ隣にじゃあ僕がいます。でそのすぐ渡す。でその次にショーにトラックの上に乗ってもらってギリギリ届くところでかけてもらう。でリュウジ君にエンジンかけてあげてもらうっていう風じゃないと多分。で引き止め役体張って。いいよ。ちょっと待って引っ掛けろな。それじゃないとだって取られちゃうもんね。また俺叩かれる役だからさ。またたたかれる。そんなこと言ったら僕あげたら僕言っちゃう。いやいや、その止めとる間に引っ掛ける途中にやめろやめろってなって叩かれる役だから俺が。また頭いやそうしないと。まあ、いいよいいよいいよ。やろう。逆にしよう。じゃあお前が上げる役にしろよ。やばいって。逆に。お前にやるよ。やばいって。なんで。僕上げたらもうそのまま履けますよ。もう。なんで。やっとる。なんで。誰がやったか分からないようにするわ。大丈夫だって。上げた瞬間もうさって履けるから。お面かなんかないのか。お前とショーなんか別に何もねえよ。いや連携じゃないですか。本当連携だよ。同級生の連携大事ですよ。同級生の連携大事。実際この洗浄機ってどのくらい威力あるんですか？やったるわ、一回。一回。あ、機材。でビシューってやったらいいや。でもそんな痛くないよ。現場とかにあるやつは、はい、もう手触ったらピッタイってなるけど、はい、これは別にバーってやったら、はい、そんないけるぐらい、触って。徐々に自分で行って。ああ、でもこのくらいだったら。ちょっとお前機材抜いた方がいいんじゃない？手だけで大丈夫です。左だけでしょ。普通に一回置いて。嫌だよ、これしかし。いや絶対嫌だよ、これしかし。下から下ベタベタにしようぜ。でもお前も仲間にグルなって社長やりましょうよって言ったら。お前もな、お前もな。嫌だよ、確かに。なんか俺が悪者になる感じになるけど、ちょっと後ろ向いてこな。後ろ向くんですか？うん。どうした？もうケツベタベタなんすよ。じゃあ暴発暴発暴発今からだから、はい、今からな。水にこう向かってきて、これにどれぐらい出るか。でも目はつむっとけよ。ちょっと待ってください。水に向かってきて、はい、じゃあ目はいかんよ。うわっ、寒っ。これはすごい。みんな行けばいいってこと？俺がやる前にみんなベタベタ。俺はカメラがあるからね。何がいい？俺全然いけるからね、俺は。ちょっとやめて。今度怒るよ。怒るよ。急遽松田君も参加するんですか？はい。社長、ドッキリ。松がやってるんだって、ユニット。いや、俺、いいですよ。え？俺は危ないです、危ないです。何のドッキリですよ。いやいや、社長と仲良くなるためにね。はい、危ないぐらいがちょうどいいです。うん、ああ、圧がされるみたいな感じですね。そう、釣り上げるんです。ああ、いや、いいっすよ。ねえ。俺が釣り上げるんすか？ねえ。俺がっすか？うん。ウィーンって巻くだけですか？あ？巻くだけ。巻いてウィーンって回す。アンパンマンにならんか。来たな。
疲れ様です。お疲れ様です。わかんないです。反省ないじゃん。うん、ちょっと協力してよ。まあ昔の俺らの頃の安全帯のさ、朝の朝礼のあの感じ覚えとるか、うん、ちょっと続いて見してよ。今って覚えてないよ。何の企画やってお前。そう覚えてもいいよ。安全帯、安全帯、安全帯の今の使い方、昔の使い方と、うん、昔の使い方っていう言い方ないな。まあ昔から安全帯ある。どのクラス？それ怒られるクラスだよ。どんな感じする？どういうこと？あそこ？企画の説明しよう。違う。俺らの子さ、ハーネスなかったじゃん。うん、ちょっと出始めか。出始めで鉄骨とかは話つける。ああ、鉄骨上に登る人はハーネスつけなさい。でも足場とかは別に大丈夫だし、うん、下に置いては。まあ、初めてすぐで、20、30秒。まあまあ知らん、ハーネスなんかつけたことある？あんまりない。あ、あ。結構なのないことない。ちょっともう、あれ企画これ。いやいや、俺がお前足場やとか足場やトビやったことないっていう企画か。いい、いや、そんな、そんな感じ。まあまあちょっとやってみようかなと。あれどこ行った着替えに。ああ、そうだか。着替えた方がいいっす。うん、いつもの感じで。もっと面白いやつ知るんじゃないよ。いやいや、やってみようよ。面白くなるかもしれんが。最近ローキが厳しいんで、なんかそのなんかそれで。ああ、そっち。厳しいって言うな。ローキの皆さん、僕らはアジデーション100%使っております。よろしくお願いします。で、なんかローキになんか苦情の電話入れるって、まあこんなこと言うとまたかけてるやつおるかもしれんけど、やってるよ。やってますね。ああ、まあ気が付いたよ。はい、はよって。そう。はい、出す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 。もういいや。時間ないから、ハム出す。そこそこ。もう、明かりつけて温めとる。いや。もういいじゃん。あ、いい、いい、いい。なんてこと言ったっけ。はいはい。はいはい。やってきて。あ、むしろね。わかんないです。ケンさんが一番やりたがってたんで。え？ちょ、お前。俺のお前、機内シートだ。あの。ロングしたらしまくぞ。なんだろ、これ。ちょ、何を話そうとしたの、俺に。おかしいやん。なあ、ちょっとでもニコニコしとるやん。なんかちょっとニコニコしとることやりそうだなと。そこだよ、安全帯がどの子もって、わけわからんこと言うしゃべって。いい気分からんだろ。早朝からやったけど。ていうか、優勝はっとるじゃん。俺、一つ言ってるけど、俺、ローキにもこれ言われてるけど、経営者は、従業、あれね、ローキは経営者関係ないから。しとるよ。仕事しちゃかんから。仕事しちゃかんから。だからやっぱみんなの手本にならなあかんやん。らしいよ。まあ、それはその現場行ったらかんよ。ゼネコンとかがマージで使ってくださいっていうルールだから。だけど、究極は従業員の効率だから。だからいいってもんじゃないよ。もちろんしなあかんけど。マージで使って、もう今使ってるだろ。使ってます。はい、後ろから。はい、後ろ、バンザイして。バンザイして、バンザイして。この負けるって戦える役だよ。ケンちゃん戦えるとこれ一番筋伸びとるだよ。師匠いじりいつもあれっすか。何、はいはい、何の使い方なのか分かるぞ。本当っすか。今の意味は、今分かるっすか。今のルール、いや分かる、全然分かる。何、どうしようしよう。ちょっとこれ安全で使ってみて。どこでよ、ここで。で、まずどこにかけるか言っとかんとさ。全然余裕だって。ちょうど分かるって。普通でしょ。でも今すごい厳しいですからね。すごい。ここ上がって、うん、はい、ちょっと待って。普通に使える。あ、それが調子悪い。絶対が調子悪い。これ家でずっと安全で使ってる。安全安全サークルです。50/50安全サークルです。それ。ほら、降りるのも全然いける。大丈夫。なんか足がピクピクしてるけど大丈夫？全然できるって。すごいですね、やっぱり。慣れてますか？さすがにできるでしょ。慣れてます。ちょっと待って。慣れてます。おい、何だよ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 、よし、この辺、この辺、ちょうどいいです。
ダメしろ。大丈夫ですか？安全帯どうした？おい！いい感じ、いい感じじゃねえよ！さすごいっすね！安全帯を壊れるだろうか？いや、大丈夫、大丈夫です。出た！出た！何これ？いい感じ、いい感じ！いい感じ、いい感じ！今のうちだよ！いけいけいけ！疲れたから帰ろうか。みんな逃げろ逃げろ逃げろ。早く逃げろ。早く逃げろ。そんな気もない。もうお前ら分かったよ。Yeah.